皆さんこんばんは、神谷理でございます。今日も、もうなんか9時過ぎちゃいましたね。9月4日です。はい、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、なんか朝雨降ってたんで、ちょっと雨の歌のなんか動画かなんかをこうちょっといろんなところに撒いたりとかして、9月1日 の、 ディスコナイディスコダンスヒッツが終わって落ち着くかなって思ってたんですけど、今月末にですね、ちょっと山中湖の方でクローズドのライブがございまして、そのなんかいろいろ資料をこしらえたりとか、それからウェブにまた新しいライブの情報を載せたりとかっていう、なんかそんな仕事に明け暮れておりましてなかなか息つく暇もなく、気がついたら夜になってしまっていたみたいな、なんかそんな感じですね。はい、ライブがですね、先ほどアップさせていただいたんですけれども、決まりまして、10月の19日に本郷にあります、コーヒーファロさん、 FARO って書いて、でコーヒーが漢字なんですけど、まあ、概要欄にライブ情報を載せているのでぜひ見ていただきたいんですけれども、これ神谷絵里、×アコースフィアっていうなんか表記のユニット、これですね、アコースフィア の、 奥さんさんとの新しいユニットでございまして、奥さんさんっていうのは、アコースフィアという、ギターデュオの、をされているギタリストなんですけれども、麻生洋平くんとか、あとソナスクライブさんとか、皆さんのお師匠様になる方なんですね。みんな彼のところの、彼は、教えてもいますし、あと、ギタースクールを経営されており、皆さんそこで、ギターの先生やってらっしゃったりとかするんですけれども、その、まあ、ボスですね、奥沢さんとのデュオ、最初にタイムアフタータイムというデュオのミュージックビデオを出させていただいて、その後先ほどアップしたんですけれども、ロックウィズユーをさっきミュージックビデオアップさせていただきまして、その私たちのライブが決まりました。これはですね、実はですね、あれなんですよ、ギター&ボイスというタイトルのライブでございまして、10月19日木曜日、スタートが19時50分からの、ライブになります。実はですね、対バン形式になっておりまして、対バンにアコースティックサウンドオーガニゼーション、これ誰かっていうとね、麻生洋平さんと高木くんってことなんですよね。これなんか要は名前を変えてちょっと名前をおしゃれにしてるんですけど、要は神谷理奥沢さんチームと、麻生洋平くん高木くんチームが2グループでライブをするっていう、なんてことないそんな感じなんですけど、ちょっと格好つけて書いてみました。はい、アコースティックサウンドオーガニゼーションって、これすごいですよね。これ奥沢さんがつけてくださったって聞いたんですけれども、これね、頭文字取ると麻生になるんですね。高木くんどこ行っちゃったんでしょうか。はい、そんな2人のね、ユニットなんですけれども、そんな感じでですね、これが 会場もね、私ね初めて行くの、本郷ですね、本郷にありますコーヒーファロ、これカフェって読むんかね、漢字でコーヒーファロ、カフェなんですかね。はい、で料金が一般チケット5000円プラスワンドリンクで、これミューザーさんのね、配信でおなじみのミューザーさんの、がお問い合わせ先となっているそんなライブなんですけれども、
別途システム料システム手数料220円がかかるんですって。ミューザーの新規登録が必要になって、ご来場入場の自由席となりますと書いてありますね。はい、要は指定席じゃないってことですね。それから取り置きチケットっていうのがございます。5300円プラスワンドリンク。これパッと見るとあれなんだよ、取り置きチケットの方が300円高いじゃないかと思うかもしれないんですけれども、これねミューザーさんの方の一般チケットの方でやると、これシステム料がかかるので、まあ結局まあ同じかみたいな、そんなオチになっております。各アーティストにお問い合わせくださいってなっているので、もし取り置きチケットの方がちょっと都合がいいという方がいらっしゃいましたら、これね、各SNS のなんかダイレクトメールとかにいただければいい感じですかね。まあメールでも大丈夫なんですけれども、はい、そんな感じで、10月19日ですね。ただねちょっとお席がねそんなにないところなので、割とお早めのご予約を、お勧めしたいなと、そう思っております。麻生くんたちと私たちのライブ、それぞれが40分から50分ぐらいのショーをさせていただきますので、1回でなんか2つ見られるみたいなね、ちょっと美味しい感じのライブになりますので、ぜひ、いらしていただければと思います。そしてですね、今後のなんか活動をちょっとご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。まずですね、10月8日に、久しぶりに、我が家から配信ライブがございまして、なんとブラックバニーですね。もうブラックバニーがね12月にクリスマス公演控えておりますので、そろそろ本腰入れて、準備を進めていくという、そんなちょっとエンジンでギアがこう1段階上がった感じをなんかこの配信ライブが表現しておりますね。はい、ブラックバニーがブラックバニーとあと元くんですね、で、配信ライブをさせていただきます。いつものように、Facebook ライブ、そしてインスタライブ、それからツイキャスやるのかな。ツイキャスはどうなんだろう。ツイキャスちょっと不明だな。はい、ツイキャスできたらやるという方向にさせてください。そして10月の15日、これルーム317ですね。これいつもの金沢健太くんとの、配信ライブということで、これもいつもの感じですね。そして19日に本郷での、ファロでのアコースフィアさんとのライブ、エリアコですね。はい、のライブがございます。そしてですね、ちょっと11月がまだちょっと決まっておりませんで、ちょっとまだふわふわしていて、12月の方が先にねちょっと決まっているのだけお伝えしてよろしいでしょうか。12月の、15日に、目黒ブルースアレージャパン、こちらがでブラックバニーね、ブラックバニーの、私ジュジュスミレ久保舞子に加えまして、後藤浩二ピアノトリオ、ベースはなんと杉本さんに今回来ていただきます。それから吉岡大輔さんに、ドラムで入っていただくという、そんなライブが12月の15日にございます。そして12月20日、吉祥寺サムタイムで、もうこれね1年ぶりのライブになっちゃうんですよね。去年も12月に明けましておめでとうございます良いお年をとかって言ってですね、年に1回しかできなくなっちゃった、吉岡秀明さんとの、トリオの演奏がございます。19時から、2回セットでお送りいたします。こちらもねお早めの、ご予約を、本当にこれね予約してね、前回もそうだったんですけど、入れなくて帰っちゃったっていうお客様もいらっしゃって、要は立ち見する場所がないので立って待ってるってことができないので、ぜひ、ご予約をね、こちらはね申し訳ないんですけれども、私、お取り扱いがなくて、お店の方に直接、ご予約いただければと思います。
それから、12月の24日に名古屋、ジャズインラブリー、これはあのブラックバニーで、やらせていただきます。これは名古屋の方の、トリオでお送りしますので、後藤浩二ピアノ、島田剛くんベース、それから浅井翔太くんドラムというメンバーで19時半から、2回セットでお送りいたします。こちらの方もですね、お店の方にあのお問い合わせいただければ、ご予約いただければと思います。そしてですね、明日なんですけれども、私ね、コマラジに出るんです。はい、あの前回あの私母のね、母を連れてお邪魔した時と同じ、番組に出演させていただきます。ウクレレ時という、番組に出させていただくんですけれども、こちらがですね16時から18時までの、番組だそうです。リスラジからコマラジを探してお聞きいただけるということで、概要欄の方にですねこちらも貼っておきますね。リスラジをまずこうダウンロードするみたいな、無料でダウンロードできるので、全国どこからでも聞くことができます。生放送なので、生でね、あの聞いていただければと思うんですけれども、私の他に、麻生洋平くんと一緒に、ね、ウクレレ持ってきてもらって、ちょっとなんかライブもするかもしれません。そんな感じでお送りいたしますので、明日よかったら聞いてください。はい、そんなわけでですね、ちょっと今日は今後の予定についていろいろ発表させていただきました。ミュージックビデオの方もですね、これ実はね、私の髪がねちょっとね短いの、お気づきだろうか、短いんですね。ちょっと前に撮ったやつなんですけども、だいぶ前にね出来上がっていたんですけれども、ちょっといろんなライブでバタバタしていたので、ちょっと落ち着いてからゆっくり告知したいなというタイミングで、発表させていただきました。ロックウィズユー、ぜひ聞いていただきたいと思います。そんなわけでですね、今日も夜になってしまいましたが、また明日のラジオでお会いしたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。